ここで始まりました、おんちゃチャンネル。さあ、今回は、はい、チョーカさんです。はい、私、学館のチョーカです。お願いします。はい、お願いいたします。さあ、今回ですね、チョーカさんにですね、トフルにもうすぐ挑戦することになっているんですけど、はい、その前にですね、英単語検定っていう。英単語検定、はい。英検とは違う。英検ではなくてですね、英単語検定、探検っていうんですけど。探検。エクスプローレーションではありません。まあ、そっちが浮かびましたね。その単語の試験があるんで、ちょっとそちら、まあ、サンプル問題、ホームページ出てるんで、挑戦していただこうかなと思いますね。自分自身も、まあ、取った試験ではあるんですけども、大体ですね、アルクの SBL っていう参考書があるんですけど、それの後ろの方のやつだけやっとけば解ける。っていうのがね。で、それを、果たしてネイティブはそもそも解けんのか。あ、でもネイティブであっても無理なんですよ。日本語訳とか出てくるんで。日本語がちょっと無理かもしれない。言うて英語はなんか SAT の言語の点数はまあ高めではあったぐらいの認識なんで、めちゃくちゃ単語知ってる人ではないかな。なるほど。まあ、だから A 研究レベルの本当単語か、まあそれ以上のものが出てくるってやつで、まあ5級からなんですけども、5級とかはね、もうボーイとかすごい簡単なやつなんですけど、いやそっち解きたい。いやいや、意味ない。なんでちょっと日本語の方がむずいかもしれないんですけど、そちらやっていこうかなと思います。じゃあチョーカさん挑戦していただいて、もういきなりケバケバしい謎の、え、待って、日本語からケバケバしい。次もだって向こう見ずなですからね。いや知らないかも、日本語がダメかもしれない。これははい、では実際やってみてどうでした？レベル的には日本語が難しい。なるほど、レベルの高いものがあったという。最初ケバケバしいってどうですか？どんなイメージですか？なんかサイド高いみたいなイメージが。サイド高い？なんか鮮やかなみたいな。鮮やか、うるさい音が。恋してチンチリバンバンバンですか？知らない元歌。鮮やかに。あー、キャリーパイパイさんの。そうそうそう。あ、なるほど。なんか毒々しいとか。毒々しい。似てる？わかんない。ガース？ガースだっけ、なんだっけ、ポケモンの毒出してるやつ。あ、私ポケモン詳しくないんですよ。実は。ケバケバしいってマイナス、ネガティブ。まあ、ね、ネガティブなイメージはあります、ね。じゃあどれですか？4番ゲーシ。はい。え、でもゲーシってそんなにすごいネガティブかって言ったらそんなでもないけど。そうなんですね。まあ派手すぎみたいなね。まあ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 、いいイメージはないですけど、なんかケバケバしいの方がなんか字面的になんか嫌そうじゃないですか。あ、まあ確かにね、ケバケバしい化粧衣装とかそういうのに使ったりします。さあ他の単語はどうですか？一番は depraved ってのが野蛮なとか、そうそうそう、なんか何かが欠けてるんですよね、 depraved って。あ、堕落したとかってよく言うね。うんうん、2番はどうですか？これ本当に filial piety っていう言葉でした。そのパエリーがくっついてる状態でしか見たことないんで。パエティ自体はどういうの？パエリーがリスペクトみたいな。そうですね、リスペクトのレベルの高いやつ。まあ難関大で時々出たりしますけど、神へのね、そう、信仰みたいな。パイアスっていう形容詞、パイアスは使いますね。でもフィリオの方を見たことないんですよ。はい、でもフィリオパイリーって言って、それがリスペクトで基本的に目上の人だったりとか、ああそうですね、年上家族とかそういうイメージがあると、子供がこう親にね対してとかいう時に、そうですね、親に対するみたいなので出てきます。3番は何でしょう？カンデセンって上から目線でなんかもう言ってる感じが、はい、偉そうにこう見下してる。さあ2個目、向こう見ずな、何ですか？向こう見ずなを知らないです。はい、そうですね、この日本語が、まあ、普通は、まあ、reckless っていう風に、 reckless driving なんていう、向こうを見てないってことですか？ああ、そうですね、先のことを考えないでっていう意味ですね。ことはどれですか？これは3番の foolhardy かな。はい、そうですね、 foolhardy。 どうですか、どういうイメージですか？なんかこう弾丸みたいに、こう打たれ強いんですけど、バカの打たれ強さみたいな。バカの打たれ強さ、こう飛び込んでっちゃって、もう誰にも止められないみたいな、そんなイメージなんですね。なんか漫画のキャラクター見て、あ、そういう、そういう感じで。人にやっぱ使うんですか？人に使うかな、He's... 行動とか。なるほどですね。じゃあ他の1番はどうですか？サリューテリー、これ知らないです。あ、でも挨拶的なあれがあるのかな。サリュー、ね、サリューテーションズ、はい、こんにちは。これ実はですね、ユースフォルの意味なんですね。全然違う。辛くても有益なとかで、教訓を与えてくれる、勉強になりました、これこそ、はい。そして2番がピーベッシュ。はい、これはこれ自分の勝手なイメージなんですけど、ハリーポッターに映画に出てこないけど小説に出てくるキャラでピーブスっていうやつがいて、おいおい、そいつは嫌ないたずらばっかりしてくる、すごい性格が悪いやつなんですよ。おおおお、そういうイメージがちょっと湧くっていう部分があって、うん、ピーベッシュっていうのはなんかでも気難しいおじいちゃんみたいな、はいはい、そういう感じのイメージがあります。そうですね、不機嫌なとかって言われたりしますね。トントントンって扉を、誰かのお家に行って扉を叩いて、もう気難しいおじさんがもうすでに不機嫌な様子で出てくるみたいな、そういうのがピーベッシュ。 Bad tempered って書いてますね。さあ4番は Opinionated は意見が強い人、我が強い人、なんか自分の言いたいことを絶対言う人。もう頑固なとかで訳されるんですか？頑固な、 Stubborn みたいな意味は、いやでもちょっとニュアンス違うかな。違う、 Stubborn、 ただやっぱ意見をこう押し付けてくる感じの人でっていうイメージはありますか？まあそれはありますね。 He's opinionated って
言えますは言えます、はい、I'm a very opinionated person とか言えますね、はい、ですね。いや私はそうではないです、言えます、あ言えますだけですね、はい、そうオピニオンっていうね意見が入ってるので覚えやすい単語ですね。はい、続いて3つ目が勇敢さ。勇敢さ、勇敢ってなんかあのヒーローとかに使う小説とかで出てくるんですけど、はい、Valor、はい、一番ですね。そうです、一番強い。使います、やっぱ小説だけ。小説、キングアーサーとかそういうイメージですかね。ああ、なるほど、アーサー王、はい。2個目は何でしょう、これ。カヴォリー、はい、これは騎馬。そうですね、騎馬隊、馬に乗ってる兵隊さん。そうですね、こういうのが、まあ、結構その単語帳よく出てくるんですよ。こういうなんか昔の小説に出てくるようなものとかっていうのが。そして3番が、これ知らないです。あら、ロストラムっていうもの。はい、これ実はですね、ポディアムの意味ですね。あー、縁談っていう。縁談、縁談っていう日本語を多分知らないですよね。そうですね、縁談、縁談、説教談だって。説教談、画像検索したら薬の名前でしたね。4番、あ、これは使いますね。デリアリアム、これはよく使いますね、はい、でも基本的に薬飲んで意識飛んじゃってるというか、はいはいはい、なんかふわふわしてる状態みたいなこと言って、うんうん、ふわちゃんですか。ふわちゃん、ふわちゃんを知らなかった、今話題のふわちゃんを知らなかった。あのカラフルなピンつけてる。あーすごい、そこ、そう、まあまあまあ、そうそうそうですね、はい、今暴言でテレビ出れなくなっちゃったから、今話題の人です。何も知らないと Google Pixel の CM とか見たことないですね。 Google Pixel でこうやって消せる、消せるんだって言ってやってたんだけど、自分が出てるテレビ番組みんな消されてるから、あカットされたり消されてるから、もう皮肉になってて、 Google Pixel でこう自分で自分を消してるみたいなのがミームになってる。はい、どうぞ。基本的にデリアリアムってでもな、気持ちがいい状態のイメージですね。あ、なるほど、精神錯乱って言われるから、なんかマイナスだと思ってたらそういう時にも使えるわけですね。で、絶対に日本人が発音できないですからね、あとね、デリアリアム、まあ難しいですね、はい、L と R がありますので。さて、次の形式ですね。今度は英語があって、その日本語訳を選ぶものですね。いや、この一番分かんなかったです。あ、発音的プライベートサイトかな。プライムって言葉はたまに使うんですよ、はい、ゲームとかをしてる時に出てくるスラングの言葉で、はい、パンピみたいな、なんかゲームあんまりしたことない初心者みたいな。あー、そういうこと。で、基本的に嫌な意味使うんですよ、うんうん、そうです。まあまあ、このプライムの部分がまさにこれ一般の人々って意味なので、そこから。いや、私1番選びました。あー、正解は2番。公園、公園を知らなかった。公園もわからないです。後ろからこう応援する、だからこう支持してサポートですね。前言って言いますか。いません、聞いたことないです。前から応援してる。なるほど。なので答えはこれ、国民投票ですね。だ、一般の人たちが決めるっていう意味から来てる。まあ難しいですね。あ、次は楽勝ですね。あ、これはフラクシュエイトはよく使いますね。そうですね、こう、このなんかこう線があって、その上を行ったり来たりしてるイメージ。そうそうそう、グラフを描写するときとかにも必要になりますので、はい、変動するですね、はい、で、3番が extricate、はい、なんかこうウィーンみたいな、UFO キャッチャーっぽい感じの。なるほど、ニュアンスではあるんですけど、まあでも救い出すっていう感じですね。 intricate は、intricate は、繊細なみたいな。あ、こっちじゃなくて、入り組んでる感じ。そうそうそう、入り組んでて、それが X なんで外に出る。そうそうですよね、もうこう頑張ってこう出すみたいな、はい、ということで正解が3番、救い出す、救い出す、 UFO キャッチャーを救い出す。まあそうですね、なんかでもなんかこう上からヘリコプターとかでこう救い出すイメージがすごくあるので。そういうことですね、なるほど。次は定義があって、英辞典のそれから選ぶってやつですね、はい、To be a very typical example of something、 典型的な例になるということで、Epitomize ですね。正解ですね。Epitome って言葉めっちゃよく使います、はい、典型的な例になるってやつですね、はい、例になる。で、1番が Assail、 Assailant の方が使うかな。おお、なんかこう Assault と似てますね。そう、誰かを攻撃する。 Assault とか Attack とか似てるんで覚えやすい。2番が Prescribe、 これ Prescribe と違います。 Prescribe は病院で処方する。そうですね、 Prescribe はダメ、 Ban ですね。おー、はい、やっぱ Forbid がいいかになってますね。 Prescribed Drugs、禁止薬だ。あー、プリスクライブドじゃなくて、じゃなくて処方薬じゃなくて禁止薬、逆の意味。ドーピングとか、あら、今話題のドーピング、はい。3番セクエスター。え、これなんか意味どっちをイメージしてるのかな。ほら、セクエスターってなんか殻に閉じこもるように、お城の中に閉じこもっちゃうみたいな感じのもセクエスターっていうし、はいはい、何かを取ることもセクエスターっていう。あ、フォーフェット、没収、押収みたいな。そうですね、そういった時にも使えますね。だから取っとく意味でもあれば、取るっていう意味でもある。あ、なるほど、まあ引き離す的なやっぱりところから来てるんでしょうね。じゃあ次です。The cutting or burning down of all the trees in an area、 これ簡単ですね。これ簡単です、言葉見れば分かっちゃう。 Deforestation ですね、はい、森の伐採ですね、森林伐採が、まあ、まさに燃やし
したり切ったりですね。はい、一番は arbitration。 え、 arbitrary っていう言葉は知ってるんですけど、はい、arbitration は知らない。そうなんだ、 arbitrary。 arbitrary って結構 random と同じ意味合いがあるというか、はい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 、恣意的なって訳されるんですけど、その日本語知ってます？恣意的な。そうなんですよ、恣意。難しい感じですかね。次の心と書いて詩。え、初めて見たかも。意見の入れ詩、まあ、言語学でめっちゃ使うんですけど、子供たちが一生懸命覚えるけど詩的な意味が分かんない。だからそれだったらランダムで覚えろって俺はいつも言ってます。とは違って、これは仲裁とか調停ですね。へー、やめなさい、喧嘩はやめてってやつです、ね。3番トーンパイク、これはどうですか？これはマリカでしか見たことがないです。ららららマリカのコースでトーズ・トゥンパイクっていうのがあるんですよ、はい、多分日本語だとなんかキノピオのなんとかみたいな、そういう感じのコース名だと思うんですけど、はいはいはい、それでしか見たことないですね。まあ有料道路、あアメリカ英語だって言われるんですけど、でもあんま聞いたことないんですけど、ね、私はマリカでしか見たことない。で、運転免許とか持ってないタイプの人間なんで、ちょっとそういう道路系のことあんま詳しくないかも。なるほど、シアトルは別になくてもいける。なくてもいけます。さあ4番サチュレーションは、サチュレーションは濃度みたいな。ああ濃度、なるほど、はいはいはい。なんかこう写真のサイドとかを上げるときに使うイメージが。はいはいはい、なるほど。まあ、僕らよく飽和って習うんですけど、明け学みたいなあれですか？そうそうそう、飽和状態の飽和って習うんですけど、集中飽和って書いてある。でそう、なんか何かが集中してるっていうか、何かが濃いイメージがありますね、うん、確かに色のサイドも出てますね。サイドっていう言葉知ってんですね。知ってます。横じゃないですよ、サイドって。あの鮮やかな方です。そうです。次がさあ今度は定義を逆に選ぶやつですね。はい、ratification、はい、これは the action of giving legal approval。はい、2番ですね。はい、承認するってこと。 ratify 結構使うな。そうですね、批准するってやつ。批准、難しいですね。比較の日に手編がついてる。あ、批判の日ですか。で、準が、あの準備の準が三水じゃなくて二水。え、次が、はい、これ簡単ですね、2番目、はい、dissect。 はい、これはこれは解剖、 to cut up into separate parts for examination、ね、そうですね、カットする。セクトが切るという、台がこう離すで覚え、セクションとかね。あー確かに、シーザーズも同じ語源です、実は。えー、はい、え、ダイセクションってやりました、学校で。学校でやりました。私やってないんですよ。ハムスターの解剖。かわいそう、はい、まあどの道、どの動物でも割とかわいそうですけど、そうそう、どの動物でもかわいそうですけど、うちはハムスターでした。うちなかったです。ハイレベルの生物学の方に入らないと取れなくて、私はもう、ね、あの理系全般割とダメだったので。ほら、やってみてどうでした？いや、むずいですね。日本語がでも特にむずい。ああ、そんな、チョコさんに次回はですね、はい、国連英検の問題にちょっと挑戦してもらおうかな。国連英検、あ、持ってますね。はい、持ってるやつですね。で、国連英検の方は、はいわゆるこれ単体じゃないですか、単語。はい。で、英検級は一文ですけど、国連英検は本当に文章中に出てくるんで、こういうレベルの単語がかなり難しいというので、まあ、ratification とかまさに国連英検だと見かけるなっていう感じのやつなんで、ちょっとそっちの実力も聞いてみたいと思いますんで、はい、次回の動画をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。バイ。